巨人松原聖也さん2021年の成績から大幅に劣化してしまう。怪我でもしたんか。いくら各編でもここまで劣化することある？ウキウキで野球の仕事もらってた弟かわいそう。マジで何やったんやこいつ。これ近年ナンバーワンの各編やろ。昨日引退試合やったらしいな。こいつ異常の一発やっているの？ようやっと、あれ？マジでどうなってんだってくらい打たない。仮名みたいなもんや。現役トレード出せよもらうから。宮国との対戦はトライアウト集がしたわね。守備も劣化してるのはマジで意味がわからん。ただ野球が下手くそなだけのやつやんか。考えてプレイしろと言われて壊れた男本当かどうかは知らない。偽侍で出た重信とも偉い差がついたな。21年版はめっちゃいい選手やな。未来の代表も予感させるぐらい。打撃はわかるが守備は異常に劣化しすぎやろ。足でも故障したんか。強打みたいな謎の劣化やん。不審になってからの守備は打球判断ミスって取り損ねるのが目立つわね。大怪我してないのに劣化したよな。巨人の育成出身打者最高傑作のはずだったのに。浅野より下やからな。やばい、明日から丸が上がってきて多分こいつが2軍やから色々と終わりや。もともと守備はめちゃくちゃ良くて打撃は頭足りんけど守備走塁で許されるって感じやったのに、なんで全部ダメになっとるんや。直松とか言うてセット販売されてた吉川かわいそう。来季秋広が落ちたら松原曲線とか言われるんかな。2軍でも打ててないし長打力激減してるから技術全部吹き飛んだか怪我抱えながらやってるかのどっちかやな。さっさと楽天にトレード出せばよかったのに、もうどこも取らんやろ。守備劣化したというかこの年だけ上振れしてたと考える方が自然やろ。長野の再来とか言われてたけどこのままやと長野の方が長く現役にいそうやな。ウォーカー矢印残留ハゲを、浅野矢印切るわけない丸、梶谷、ブリンソン矢印主力長野、岡田、重信矢印マーキランを超え矢印切れない松原矢印や。昨日チャンスもらえたのに2連続見逃し三振ついた気で落とされるのも納得の内容。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。